ホンダユニカブスティーバトヨタアイユニットセグウェイパーソナルモビリティとは一人乗りのコンパクトな移動支援機器。歩行者と既存の乗り物の間を保管する目的で開発された個人向けの移動ツールであり、人が移動する際の一人当たりのエネルギー消費を抑制するという意図のもと、従来の自動車とは一線を画した移動体として提案されている。セグウェイに代表される 当立新種ロボットなどの先進的な技術を用いた、電動車両を指す名称として定着しつつあるが、セグウェイの製品名にも使用される、パーソナルトランスポーターや、同乗型移動支援、ロボット、マイクロ EV などの故障も使用される。セグウェイが96万円超だったこともあり、普及が容易に進まない状況が10年余り続いてきたが、2015年4月19日に、 米国セグウェイ社が中国のナインボット社に買収されたことに象徴される形で10万円を切るナインボットワンやナインボットミニに代表される中国製の低価格商品が発売されるようになりまたホバーボードと呼ばれる4万円台の廉価版も登場した。しかし2015年末頃を中心に中国製の安価な製品のリチウムイオンバッテリーが火を吹く火災事故が 相次ぎ、アマゾンがパーソナルモビリティのネット上で通信販売を中止する事態に追い込まれた。2016年現在の日本では道路交通法の改正を踏まえた登場が対動支援ロボットとしての行動を用いた実証実験の許可を得た場合を除き、行動上を自由に走行することはできないが、筑波研究学園都市内の筑波モビリティロボット受験特区を手始めに、 関東地方の各地で認可を得て実証実験が行われるようになってきている。普及すれば、省エネルギーで移動の選択肢が増えるパーソナルモビリティでの技術的な課題は解決されつつあるが、行動での走行には規制があり、依然として普及への壁が立ちはだかる。そのため、今後世界規模での市場の成長が見込める分野であるにもかかわらず、日本国内のメーカーは、 行動での試作者の試験ができず、事業としての成長の見込みが薄いため、次第に競争力を失いつつある、との見解もある。ありがとうございます。